どうも皆さんこんにちは。前回自分の船に自我が芽生えて逃げられた男、プリスラでーす。待って待って、またな。俺が壊すしかないのか。あれは遥か海の彼方へ飛んできました。古代兵器プリトンがね、暴走し始めて世界が終わりかけていると。まあ、今回は古代兵器プリトンの回収かつ本当に最強の悪魔の実の食べ合わせを決めようかと。俺の体特殊で3つ食えるから悪魔の実、やっぱ全部ロギア系かな。リプレイモッドってやつを入れてて、ね、それでね、どこの方向に飛んでいったかリプレイで見れるんですよ。最強じゃね。だから大体場所、船が飛んでいった場所分かります。ルフィ俺こんなとこに。ちなみに今何食ってるかというと、ゴロゴロの実。すげえソゲキングロソゲ。あーすごいクオリティ高いっすね。とりあえず古代兵器プリトンの方向に向かいますか。お邪魔しまーす。ないか。あ、懸賞金あるやん。誰の懸賞金のやつ。お宝ないっすね。あとマイクロワンピースのこのシリーズもうちょいで終わります。なんやかんや言うてもうちょいで終わります。わ、ねえな、全然ねえな。全くないやん。今は何の声。俺の声、おっさんのうむき声みたいな声聞こえた。怖すぎる。古代兵器プリトンどこですかって。マネマネの実ってあんのかな。カイドウとかおったからさ、そいつに変身してみたい。プリスラ船長キャンプしに来たよーって。おやすみ。おばよ。ここが、あー、ここありそう。入ったことないもんな、地味に。待ってくれ、俺の懸賞金めちゃくちゃ書いてる。あ、今日やん。撮影してる日にちバレる、これ。俺が世間騒がしてんの。すげーとー。うわ、あっちにもあるし。こんなとこに貼るな。俺の船見つけ出したらこれ全部貼っとこう。どけどけーん。確率そんな高ないからな。お金ももらってくれ。2600。めちゃくちゃ入ってた、これ。あ、待って、やっと入ってた。アイアンボックス。あー、これあれか。金の鍵が必要か。どっか金ない？欲しいもの全部取れる。まずは金ブロックを取って取っちゃって、あとは全員覇王色で倒すか。やば、経験値の数。あ、宝箱も回収しとこう。お邪魔しまーす。あ、おったそんなんで船長務まると思ってんのか。下誰かおる。うわ、下とかもなんか倒してるっぽいな、もうすでに。待って、 TNT 入ってる。揃いました。果たして何が出るのか。台風。牛の実モデルバイソン。ドラム王国のドルトンのやつやんな。それでは食レポ行かせていただきます。草の匂いした。待って、チョッパーの手じゃねこれ。セットしていこうか。これ牛になれるってこと。変身。おー、キモ。カイドウみたいになった。すげー。わ、持ち物もなんかでっかくなってる。斧こんなにでかなかったやろ。でかいぞ。サイボーグかつ剣士かつバイソン、最強やん。もう俺、あ、しかもゴロゴロの実食ってます。で、ちなみにあと1個食える。いい的発見。じゃあ次は左から2番目のやつ行きまーす。あ、あ、なるほど、完全にバイソンになったわ。すげえ、口にくわえてる。え、待って、これゾーン系のやつ全種類あんのかな。うわ、めちゃくちゃいいやん。次は左から3番目、バイオリンのマークのやつ。バイオリンでぶったたくんかな。あ、突進ね。手形のやついきまーす。はい。これ弱点調べるやつかな。めっちゃ速いんやけど。うわ、わったたた。あ、で、全然痛くねえかも。今んとこまだ3ダメージぐらいしか効いてない。どこ行った。あ、おったたた。おー、強い。まずい、水が流れてくる。お前、なかなかやるやん。いや、これ上に避ける。うーわ。一気に6ダメージぐらい食らった。チシソンソン。さすが大剣豪の。え、なんか麦わらも倒した判定になった。あぶねえ、あぶねえ。地上はこっちやな。あ、ゴムゴムの実出た。あ、そっか、実績解除。ちょ、待てよ、一回見るか。実績解除やってなかったな、そういや。ゴールディロジャーに勝利する。こいつもぶっ倒しに行くと。そしてラフテルの場所聞くと。雷打ちながら走れる。災害やこいつ。やべ、この船沈没しそう。安心してください。一応2人までなら乗れます。え、なんか座標的にはこっちらへんやねんけどな。どこですかーって、どこですかーって。あっ、待って、あるやん。ま、あー、なんか壊れた。まず壊される。俺の古代兵器プリトンが。ただいま。あー、帰ってきた。なんか乗ってる。お前、ドキドキ。うわ、海軍が俺の飯食ってるし。
どけ、なんか身長高いな俺。うわ、ステーキちょっと舐められたわ。身長でかいからここ出れねえ。よいしょー。帰ってきたよーって。一旦夜なんで寝ましょう。うわ、真上にマクシスがあった。どっちの船が杖か勝負しようじゃねえか。前回はね、マララガン撃ちながら、移動したかったんだけど、移動する前に暴走し始めて、やっとこれができる。来たー。よっしゃ、これで。どう？どうよ。落ちてる TNT。落ちてる落ちてる落ちてる。まずい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 。これで宣戦布告できたんじゃね？よし、あれとは俺に任せろ。プリトン下でお前は待機しとけ。爆発の後はどうよ。してるねー。こんだけ？お、すごいすごい。結構怖い。あ、穴開いてるやん。ここに。で、エネルどこ？あ、出たこれ。エネルのトイレこれ。ほら、水あるやろ。これエネルのボットントイレや。本当にいないんだけど。ちなみに船だけど、なんか沈みます。沈むよりか飛ぶ方がまだ安全。ダイヤの宝箱を開けてみます。お、なんか出た！あわあわの実。あれ？あ、消えた？びっくりした。なんか時間差で消えるのか。俺これ食ったけど弱かったはず。おお、ブルックの服すげえ。首周りのモフモフの部分再現度高。あ、待って、空島発見。前のやつと違うからちょっと乗ってみるか。ほい、あべ、あぶにゃいとん。誰かある。なんと空島には人がいました。一旦おやすみ。おっぱいよ。え、ただ単に住んでるだけ。あれ、まずいっすね。プリトン、自我持ってどっか飛んでったかもしんね。やっぱゴーイングプリプリ号だわ。うわ、やば。ここは去りたいのにめちゃくちゃ戦ってる。まず、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 あさろ、まず。あった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 。待って、危ない危ない危ない。おお、金の宝箱発見。牛牛の実、モデルバイソン。あ、怖っ。めちゃくちゃガードしてくる。ラディカルビーム。え、受け流される。もう一丁ラディカルビーム。お、なになになに、なんかクリアした。おー、めちゃくちゃ強かった。でもバイソンの方が強かったっすね。オッケー、取れた。じゃ開封していきますか。まずこの金の宝箱。うん、多分ハズレ。出てくるならこれよりもかっこいいゾーン系の見こい。よーって、モデル大仏。それではいただきます。この大仏マークのやつから使うか。はい、お、なに、でっか。三等身ぐらいになってる。じゃあ次は左のやついきます。お、あ、すごい。まあ引き続きサイボーグなんでおならもできると。え、ラスト1個の悪魔の実何食おうかな。プレミアピースっていうモッドがあるんだけども、そのモッドにウオウオの実があって、でもまだ追加されてないんすよ。しかも人獣化が可能だと。まだ出てないけど、まあそれの代わりになるやつ探しに行くか。おっと、ここの宝箱クソ怪しくない？オペオペ、あ、オペオペの実を俺使ったことないな、このモッドで。お前らおやすみ。手持ちに宝箱12個持ってた。これもう全部開けちゃおう。確率低すぎない？お、出たと思ったらこれ一回使ったな。もちもちの実出てくるならグラグラか闇闇。こい、バナナみたいなやつ出てきた。ピカピカっすね。雷プラスピカピカ、いただきます。おー、あ、待って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 、一番弱いやつから。あー、これ足からビーム出すやつかな。今死ぬよー。わーお、なんか出たな。で、次が、これ目つぶしかな。あ、多分目つぶしっぽいっすね。次が、天の村雲。出てる？アイテム欄に追加されてる。あ、待ってこれ、5回までしか殴れねえ。上のカウントダウンが減っていってる。別のモッドと組み合わせることによって無限に使えます、これ。オーマイガー！ オーマイガー！ 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 最高だと。次が、ヤタの鏡。うわっ！え、すごい！これ、アリスは。あ、お前、麦わら？今、死ぬよー。あ、二人おった。わおー！あれ？おーっと、すごい、シルバーズ・ロイウェイが助けに来たわ。行ってみるか。ワンパン。これ大仏使いながら、うわっ、使える。
重ね技できる。麦わら、お前は処刑だ。おー、え、仏の攻撃が効いていない。ゴムだ。なんか変なバグ見つけました。これ行商人のラマじゃないですか。リードがビビ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 今、死ぬよー。おー、あ、しまった、待って、これ。あ、スタミナ管理するの忘れてた。待って待って、ちょちょちょ。クードブーも使えねえ。待て、このまま。死にたくねえ。大仏も消えたんやけど。おー。あー。もう金槌なんてゴリゴリや。